こんにちは。塩原よしのです私はこの太くて通る声を使って地方の魅力をたっくさんお伝えしていきたいと思い女子アナ47に入りました。新卒から3年間山形県のテレビ局でアナウンサー兼記者として働きながら毎日自分の取材したニュースをお伝えしてきました。その後埼玉県のテレビ局に移り現在は毎日夕方ニュースをお伝えしています。 またフリーアナウンサーとしてイベントの司会やナレーションなどでも活動しています毎日地域のニュースをお伝えする中で一つ気づいたことがあります皆さん自分の住んでいる地域のこと意外と知らないですよね例えば限られた地域だけで行われているイベントや市場に出回らない美味しい野菜などこれってちょっともったいないと思いませんか そこで私たちアナウンサーがアナウンサーならではの視点で取材して皆さんの地域の素敵なところおいしいものどんどんお伝えしていきたいと思いますぜひこの太くて通る声と一緒に皆さんの地域の魅力発信しませんか皆さんに再びお会いできるのを楽しみにしています